足がなくなっても着物はよく着るから、着付けの様子を撮ったよ。着付け中に着物が汚れたり引っかからないようにタイヤにビニールを巻いて着物は車椅子にセッティングします。その時足元の竹の長さをなんとなくで調整するよ。胸が大きい人はタオルが必須だよね。私は自分で床に降りて二部式地盤の上だけ着てます。そしたら自分で車椅子に乗って着物を着ていくんだけど竹の長さを調整する時にプッシュアップで体を浮かして微調整しながら紐で固定していくよ。 あとは、おはしょりを作りながら帯を作っていくんだけど、今回は観光のお仕事で行った先で来たものなので、ご丁寧に車椅子の方の着付けを勉強されている方を2名手配してくださっていたので、いつもと着方が違うんだけど、こういう着方もあるよって感じで見てもらえると、いつもは車椅子の方の着付けをしたことがない方でもしてもらっていて、床でほとんど着付けが終わった状態で、最後車椅子の上で竹の長さとおはしょりをきれいにするよ。ドレスも可愛いけど、和装もいいよね。